米野駅は愛知県名古屋市中村区平地町4丁目にある近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E い例プラットホーム、米野車庫下り端式、上り島式の複合型による2面3線の地上駅で、ホーム庁は3両分。駅舎と改札口は北西側にあり、各ホームとは校内踏切で連絡している。 近鉄名古屋駅管理の有人駅で、ピタパー以降か対応の自動改札機及び自動生産機が設置されている。1番線が下り本線、2番線が上り本線、3番線が上下副本線となっているが、3番線は後日の車両基地に直接つながっており、入出庫列車が使用するため、定期旅客列車の発着には使われず、乗り場番号表も設置されていない。 なお、三番線は、桑名方面からの発着も可能となっている。当駅上り方に、車庫、検車施設があり、特急車両の留置と折り返し整備に使用されている。近鉄名古屋駅からの入庫列車は三番線へ到着して折り返し入庫するが、出庫列車は原則として、車庫線から直接、近鉄名古屋駅へ改装される。輸送実績の単位は人であり。 年度での総計値を示す。年度間の比較に適したデータである。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。青波線の笹島ライブ駅より、利用客は圧倒的に少ないが、グローバルゲートが、 全面開業した2017年度以降は利用客が増加傾向にある。一番線構内踏切付近に期間拡幅完成地点と書かれた小さな記念碑があるが記念碑自体は立ち入り禁止区域に存在している。近鉄バファローズが名古屋球場でホームゲームを行っていた際、名古屋球場の最寄り駅を当駅として案内していた。ありがとうございます。